はい、皆さんこんにちは、レオンです。今日はね、すごいベーシック基礎的なことのお話です。竿の使い方、破損しないための注意事項とかですね、それからロッドのパワーを生かしたフッキング、それから魚をかけた後のコントロール、まあいなしって言ったりするよね。いなしたり寄せたり、あるいは抜いたりするときにの竿の使い方がね、やっぱり基礎的なことが、まだ分かっておられずに、お小遣い貯めてせっかく買った5万も6万もする竿をね、わずか 1,2 回の調校で折っちゃったなんていう人もね、インクスレベルのお客さんでもね、数パーセントやっぱりいらっしゃるんです。僕の感想では思ったより多いですね、竿を折られる方が。で、ティップがね、ティップの先っぽの辺、ここの辺が折れたという方が一番多い。次は、まあ、これ、エルセーラーなので、スリーピースですけど、ここを読んだよね、次は。トップと2番の継ぎ目を折る方はね、比較的少ないです。折るのは、継ぎ目でも何でもない、このティップのここ、一番カーブの頂点あたりね、ここを折る方と、次に多いのが、このバットジョイントの部分をね、折る方がね、意外に多いんです。で、そういった破損事故がなぜ起きるのか、何が間違ってるかのね、すごく基礎的なことなんですけども、それをちょっと僕がね、今回管理釣り場でコロソマというこうでかい魚を、サビオ 79UL サビオで釣ってます。で、その動画を見ていただきながら、僕が解説しながら、その注意事項等をね、まだご存知のない方は、ぜひぜひしっかり見て理屈理論を理解して、大事な可愛い竿をね、折らないように、気をつけていただければと思います。さて、ではね、実際の画面を見ていただきながら説明します。もう今すでにかけてますね。はい、ここでもうある程度やってらっしゃる方はね、お分かりなんですよ。この僕のファイトをしてる時の竿の角度を見たらね、もうお分かりです。まあ、これ 7.9 フィートですからね、ライトゲームロッドとしてはかなり長めなんですが、竿自体はね、ウルトラライトクラスなので、メバリングやアジング等々のね、パワーのロッドなんですね、本来ね。で、これ後で、見えてきますけど、結構魚でかいんです。これ2キロをね、軽く超えてます。コロソマって魚なんですけど。まあ、2匹ほどね、かけて取り込むまでの映像を撮ってますので、ここは、まあ、僕のダラダラと話を聞きながら見ていただきたいと思うんですけども、でかいです。50センチくらいの魚ですね。どれくらいなの、測ってないか分かんないんだけど、 2.23 キロは経験上、ね、ネットに入れて持ってみてあるなと思うぐらいね、幅が、体高がすごくって、肉厚も厚くて、あと尾びれがでかいのでね、素晴らしくよく引くんです。よく走ってよく暴れる魚で、非常にこういう管理釣り場のゲームフィッシュとしてはね、非常に楽しいですね。はい、2匹目をかけてます。ちょっとここで止めますね。ファイト中にね、竿を折る方はね、もうはっきりしてるんですよ。ティップでね、ティップで魚の上と受け止めちゃうんです。こういう角度で、あーって、どうしてもね、相手がでかいと本能的に負けまいとして竿をこう近くに引き寄せて、うーんって魚をね、持ち上げようとしてしまうんですよ。つまりこの竿で言うと、ちょっと短くしますね、この先っぽのティップ部分をこんな角度で魚をこうやって上に上げようとするんです。これじゃあね、竿のね、パワーは全然活かせません。ここの力ですから。これ、僕の人差し指で簡単に曲がっちゃうだけですよ。相手2キロですよ。これ、100グラムとか200グラムでしか力かかってないよね。で、こんな曲がっちゃうんですよ。
ここで上げたって上がんないし、その上がらないような大きな魚はここで無理やりガーッと腕を伸ばして釣り上げると当然この真ん中折れちゃうわけですよね、曲がりの頂点が。だからどこで釣るかっつったらこんなとこ使わないの、ここもここも使わないの、1番で、これが2番でしょ。最低でもこの3本継ぎだったら最初の1本と2本目の継ぎ目より下、つまりベリーと呼ばれる部分ね、ここで、ここが3つ目のパートですから、ここがバット、ベリーからバットで魚のパワーを受けるんですね。はい、画面に戻ってみましょうね。僕の喋りを聞きながら見ていただければと思うんですが、はい、まだ魚はね、10メートル先ぐらいにいます。竿をね、決して立てないですよ、僕ね。見ていただくと分かるでしょ。ベリーからバットで魚のパワーを受け止めてます。だからベリーからティップにかけては一直線になってるんですよ。ラインと同じ方向へティップが一直線になってるのが分かるでしょ。これだったら絶対折れないですよ。まあ絶対じゃないけど、ドラグをねガッチガチに締めて、その2キロ3キロの魚の突進をね全く糸出さずに受け止めたら、さすがにねバットジョイントあたりが不安になってきますけども、あの適正ドラグにしておいてガチンコでなければ怖いのはティップとベリーだけですよ、折れるかどうか心配。こういうふうにねティップを一直線にしてやって、魚のウエイトはもうバットで受ける染み込み方、こうやって魚をいなしコントロールしながら徐々に徐々に間合いを詰めていくと。ああ、じゃあドクターストップだ。はい、足元まで寄ってきました。ここでもとにかく竿を立てません。はい、止めます。ここで一つ注意事項、近くに寄るほど竿を立てる方がいらっしゃるんですよ。逆ですかね、近くに寄ると竿は低くて横にいなすんですよ、寄るまで横で寄せるんです。これを顔の前で足元に寄せようとすると必然的に竿ってこう急角度で曲がっちゃうんです。でも下げて横でやれば竿はね急角度で曲がんないです、ね、そこがコツなんですよ。これはね、あの魚を堤防からちょっと大きめの魚をよいしょって抜く時も一緒で、正面で抜く人がどうしても正面で体があるからここで竿を立てちゃうからバキッとこの上が折れちゃう。で、重たい魚を抜く場合もいっぱい巻き込んで竿を下にして堤防に対して横へ抜くとバットで持ち上げられてポンと魚が置けるわけ。それを自分の方にこう向けて抜こうとするからね、パキッと、そんなの大きな魚でなくてもそうだな、メバルロッドでメバルを抜くのに25センチ超えるとね結構重たい、メバルもそれをね正面で抜くとやばい。うん、軽め固めに作られた竿だと正面で抜いたらね25センチのメバルでさえパキッと行く恐れがあります。まあ、知ってね、この動画のように2キロはね楽勝で超えてるような魚でもう、まあ、抜くことはできないにしても足元で寄せるのに正面寄せっていうのを絶対やめた方がいいね。竿を下げて右か左かで寄せるようにして、で、最後はネットですくう時にやっぱり竿を立ててすくおうとする人がいる。これが間違い。竿を立てたら最後の一暴れでバキッと折れちゃう。竿を立てちゃダメです。竿を下げて寄せてネットが届く位置まで来たらこう引かないと、まっすぐまっすぐファイトして寄せます。寄せてネットですくう時にこう竿を立てて最後の寄せをしてこう暴れる魚を竿を立ててすくおうとする人がいるわけ。そうすると竿はね頭の後ろに行っちゃってるよね。そうするとこんな U の字に曲がってんだよ。ででっかい魚がここでパキーンってやってる人を僕は管理釣り場でも何人か見たんですはい、ということでね、ごくベーシック初歩的な竿の使い方、竿のパワー、どこの辺を使うのか、バットを使うのかティップを使うのか、
当たりを取りに行くときはティップで当たり取りに行って、魚食ったら竿先を下げてベリーからバットにかけたところでガツンとフッキングすると貫通力も上がるね。単純にやり取りだけじゃなくて、しっかりフックアップさせるためにもね、竿のパワーのどこを使うのかというのをね、いつも意識していただくと快適な魚釣りができて、なおかつ大事な竿を折らない。はい、という講座でした。うん、じゃあまたね。見たいよね、うん、ツヤツヤしてる、でかいね。これがコロスマ、これがコロスマってやらせるのっても僕も初めて見るんだけどね。コロスマです。いや、いい練習になるよ。あのサビオでどれくらいの魚まで耐えられるかとかさ、いい練習になります。満足。うわ、これは大丈夫。チキューさん、これ刺さないはずだ。やっぱり硬さがね。硬いよ、まあ。唇か何かにかけるしかないんだよね。うん、これ顎貫通なんかしないよ。はい、ありがとうございます。